今日ちょっと古風に熱く温度を上げておいていただいて、あっさりスッと出していただく、意外に気持ちようございまして、それが今からの、この清風の四条派、大阪四条派というようなものに意外に合うような気がいたします。まあ、皆さんはしっかりとお湯を沸かしたものでお使いくださいませ、なんか非常に映りがいいって、なんか穏やかでいかにも船場の大棚で見てるような、あっさりしてますけど、青々としたイチョウの葉っぱとセミの色が非常にコントラスト、一つだけポツッとセミの色が茶色っぽいですね。秋野さんは前にね書いてましたけれども、こういう絵画をね大阪で使うと人気がねあるということをね言ってますから、ちょっと説明してください。まあ、大阪に高等なっていう言葉がね、で結局あまりこう飾りすぎないというのか、高等っていうのは江戸でいう粋とはちょっと違うんですよ、粋とか、まあ、関西でも粋という粋ですが、高等っていうとまた独特なものと違うよ、で本当にそれは僕も、まあ、さっきのあれなんですけど、大阪の家で町自体はね五番の目と生きても京都とかと比べて道は広い、昔からね広いし、建物もね多分骨格がごっついような気がちょっとするんです、家がね。だから床の間とかも、まあ、最後まで分からんけども、なんか大阪の方がこういう環境的になんかごっついっていうかな、家が大きいっていうか、そういう気がちょっとねして。